つなぎ笑い合おう。皆さんこんにちこんばんは、モアです。今回は久々のファミリーキャンプです。場所は群馬県のオートキャンパーズエリア奈良俣です。こちらは、八木沢ダムの隣にある奈良俣湖のキャンプ場です。このキャンプ場、かなり山奥にあり、秘境の地でのカヌーを楽しめるということなので、以前から行ってみたいと思っていました。今回はこちらで2泊してキャンプとカヌーを楽しんでいきたいと思います。温泉あるんだ、ここなんか足湯があるって書いてあった。そうなの、うん、足湯やってこようかな。姉ちゃん着いたよ。父ちゃん、やわらかく飲めますよ。やっぱり平日だからいないね。ああ、そうね、平日か。車が全く止まってない。止まってるよ、ほら、1時間休みじゃないよね。あ、人いるやん。あ、電気ついてるし、貸し切りじゃん。There's a special
プリンセス体験なんてやろうかな。ダメ。それは痛いでしょ。あの結婚式挙げてないっていう設定でどう？ダメ。一応 YouTube で全世界に流れるんだけど。いいの？別にいいよ。QR コードでマナーを読み取るっていうのがあります。あ、降りた降りた、1段。うん、毎度おなじみのロゴスの固形燃料。いやー、いよいよ本格的に降ってきました。とりあえずオーニング出した状態で降ってきてよかったけど、どうも最近はソロキャンプだと雨に降られますね。雨がすごい。去年もこんな感じの絵撮ったんだけど、また雨だ。新潟魚沼産コシヒカリ、まあ群馬なんだけど、まあ、新潟近いからなんとなくめったに食べられないんで買ってみました。You know we had it all.
曇った。いい感じ？いい感じよ。いい感じよ、いい感じ。母ちゃんは家から持ってきた自分でつけた果汁通酒。はい、お疲れ様でした。はーい、乾杯。どれどれこいつは。あ、ね、うん、まあまあ、美味しいね。いい感じだね、うん、これは美味しいよ。うん、はい、じゃあ今日のメインは焼肉です。これなんか部位がいろいろ変わったのがあってちょっと面白そうな感じ。美味しそう。梅、ほら、これ梅の。はい、焼けました。はい、梅ちゃん、いきます。じゃあ一つずつ。はい、トロバラ。トロバラ。はい、トロバラです。うん、うまい。これはうまいな、本当。次、インサイド。はい、これインサイド。インサイドいただきます。仕上がれ。こっちも美味しいんだけど、美味しさの表現をできる味覚がない。三角バラです。はい、三角バラ、これが一番脂がすごいかも。うん、熱が進む。次、フランク。はい、あ、脂がそれほど多く感じなくて、おっさんにはちょうどいいかも。フランクいいな。うん、ラスト。はい、カイノミ。はい、うん、カイノミもいい。やっぱりね、おっさんは油が少なめのが美味しく感じる。油の多い少ないしか表現できなくてすいません。でも全部美味しい。トロバラ。それがトロバラ。トロバラいきます。はい。はい。あ、トロバラ美味しい。あ、そう。うん。一番美味しい。あ、そうなんだ。うん。